こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回ですね、はい、飯塚千恵さんによるレッスン動画になっております。はい、お願いします。お願いします。今回はですね、スイング時、手の下ろし方に自信がないという方に向けた特別なレッスンになっております。なるほど。いや、わかりますよ。わかりますか？はい。その内容はですね、99% の人が知らない手の下ろし方をお伝えします、うん、はい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 、はい、なんかね、昔私が教わった時は、うん、トップからこのグリップエンドがボールに向かうように下ろせとか言われましたよ、うんうん、そうだね。ですがですが実際はどうなんでしょう。 99% の人が知らない手の下ろし方をお伝えします、はい、お願いします苦いました、はいはい、まあ、正しい、ね、手の下ろし方をマスターすれば、うん、まあ、ミスショットもなくなりますし、はい、バーディーチャンス、パーチャンス、スコアアップにつながります。それはかなりでかい、はい、まあ 99% の人が知らない、はい、まあ、このノウハウをたっぷり詰め込んだ、はい、驚くこと間違いなしの動画になっておりますので、はい、ぜひ最後まで見ていってください。見てください、はい、ではね、早速チェ先生のレッスンの方に行きたいと思います。はい。はい、今回は本当の手の下ろし方についてやっていきたいと思います。この下ろし方とっても重要になっていきますので、最後までお付き合いください。まずですね、切り返しの部分ですね、切り返しの部分から話していきたいと思いますが、テイクバックから切り返し、切り返し前後にフェースが開いてる状態で切り返された場合は、そのフェースを戻そうとして、フェースをスクエアに戻そうとして腕や手から行きやすくなってしまうっていうことがあります、つまりフェースがテイクバック切り返し直前で開いたものは、もうスクエアに戻そうとする体が反射する、力が働くので、腕や手から行きやすくなってしまいますので、はい、皆さんこうなるとどうですかね。下ろし方としてはてってってですよね。はい、このように切り返してフェースが開いてた場合は、腕や手からダウンスイングが始まってしまうので、腕や手からダウンスイングが始まるとダフル、腕が伸びるのでダフル、ダフらないように伸び上がると、さまざまなエラーが出てきてしまうので、まずですね、この切り返しのフェースの開きを注意していただければなと思います。そして次にダウンスイング、早速ダウンスイングの話に参りたいと思います。今回は右手に注目してください。右手ですね、皆さんもし、その場でこう腕を動かすことができる方は一緒にやってみてください。まず右手をギュッと握っていただいて、力を思いっきり入れてみてください。力をギューって入れると、はい、通常の骨格の方であれば拳内側に入るアクションになります。どうですかね、反対側行っちゃう人いますかね、はい、中にはいるのかな、外に外に行く人なかなかいないですよね。ギューって握ると内側に入る、特徴がある人間の骨格、この特徴をクラブ持ってやってみましょう。はい、クラブを持ってずっと力を入れた時に手が拳が内側に入ります。そうするとフェース面はじゃじゃん開くんですね。はい、ということでダウンスイングで力が入るとフェースは開く側にエネルギーが働いてしまいます。力が入るとグッ開く側にエネルギーが入ってしまうので、下半身指導をしようとしてもフェースが開いてるから、このままじゃ右に行ってしまう、シャンクしてしまうっていうことがあり、体は反射します。回転を止め手を返すなど、肘を引いてしまうなど、たくさんのエラーを生んでしまいます。なので右手のギュッと力入ってしまうのをまず抜いていただければなと思います。力が入ると開く側に慣性が働いてしまうっていうことを一つ覚えておいてください。はい、そして今日やるドリルはこの反対側の力入ってしまって拳が内側、右手の拳が内側に入るの反対側でやっていくドリルになります。
はい、今回は右手にフォーカスしてやっていきますので、ペットボトル開けダウンスイングです。ペットボトル開けダウンスイングです。はい、どのようにやっていくかというと、まずクラブは置きますね。はい、ペットボトル持っていただいて、お家でやる方はできれば中身最初抜いてやった方がいいのかなと思います。バーって出ちゃうので、はい、まずペットボトルを持っていただき、アドレスしてもらいます。そしてテイクバックしていただき、ダンスイングの時にペットボトルを開ける側に手首を回しながらダンスイングしてみてください。これちょっと高度なんですけども、ちょっとイメージでやってみてください。ペットボトルを開けながらダンスイングです。結構手先の細かい動きになってくるんで、うん、難しい。そうなんですよ。ちょっと女性の方とか、あんまり初心者の方にはおすすめしたいんですけども、うん、ペットボトルを開けながらダンスイングしてあげます、うん、はい、手首の使い方ですね、はい、手首の使い方。今回のドリルはペットボトル開けダンスイングでした、うん、ペットボトル開けダンスイング、はい、このペットボトル開けダンスイング、手首のことになってくるので、腕や手でこう下ろすのかなって思ってしまう方がいらっしゃると思いますが、それはちょっと近くてですね、切り返しは下からですね、下半身から切り返すことによって手や腕が少し遅れてくるになるのがベストになってきます。なので今回は手首の動きにフォーカスしてペットボトル開けダンスイングをやりましたが、基本は下半身から指導していってあげてください。はい、今回は正しい下ろし方でした。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、今回はですね 99% の人が知らない手の下ろし方のレッスン動画でした、はい、いやー、ためになります。ためになります。毎回毎回本当にありがとうございます。はい、まあ、今回のね、お伝えした千恵先生が教えてくれた手の下ろし方をね、はい、マスターすれば、はい、スイングも抜群に、はい、良くなりますので、はい、皆さんもぜひ試してみてください、はい、練習します。お願いします、はい、ということで、はい、皆さんにお知らせがありますというか、まあ、ずっとお知らせしてるんですけど、はい、ずっと言います、はい、ずっと言います。リンゴルフの LINE アットが開設されました。はい、はい、概要欄にね、 LINE アット登録っていう URL があると思うので、はい、そちらからぜひお友達追加をお願いします。お願いします。それから YouTube のチャンネル登録とコメント、高評価もお願いします。お願いします。励みになります。励みになります。たくさん